えー、よくあの命は神様が作るまあ、命ほど大切なことはないとこう言いますねまあ、この命っていうのも何種類か実はあるんですよあの命が何種類かあるっていうことも、えー、動物は分かってるんですね脳が発達してない動物は遺伝子によって命の順序命の価値の順序というのを作ってちゃんとそれを守ってるんですがまあ、人間は大脳という まあ中途半端っていうか進化の過程では中途半端な判断ができたので例えばあのたった一度の人生とかなんかそういう全く非論理的なものですねたった一度の人生っていうのがどんなに非論理的かっていうことも順次このシリーズで明らかにしていきますがえっとそういうものもできたわけですね。だけども本当にに不思議なことに 神様が命を作るというふうに思っている方が多いんですけども命っていうのは実は動物というか人間自身が作るんですねそれが結婚ですねもちろん結婚しなくてもセックスすればいいんですけどまあちょっとあの、えー、現在の社会的なシステムに合うもので説明をしていきますと、まあ、結婚をする結婚をするっていうのが非常におめでたいし結婚式は本当にみんなに祝福されるのはなぜかというと。 命を作るからなんですよ。命を作ることが予想されるからですね。で結婚して、そして玉のような子供が生まれてくるんですよ。つまり、一人一人の女性と男性が別々な場合は、人間は命を作ることができないんですね。ところが結婚すると、人間なのに命を作ることができる。これも素晴らしいですよね。まあ、人間が命を作れるんですから。 それはは結婚いいうのは本当におめでたいんでたんすね、まあ、ここでちょっといつも注釈つけるんですがたまたま結婚できない人とか子供のできない人っているんですがそれは全然問題ないんですというのは物理学の教えるところによるとですね人間1人はカップルあたり2人の子供を作ろうとするとどうしてもエネルギーバランス的にですね結婚しない人子供のいない人子供が5人いる人っていうのはできちゃうんですよ。これも それができないで、子供が2人っていう状態を作ることができないんですね。ですから、現在の私結婚の状態とか子供の状態を見てますと非常に標準的ですね。まあ、子供のいない人、子供のいない人が不幸だって全然関係ないんですよ。だから結婚しない人が不幸だってこともないんですよ。だけども、結婚して子供を2人作るという。 命を人間が作り出すという非常に素晴らしいことを行おうと思うと結婚が必要でまた結婚しない人もいたりするということなんですね。だからあくまでも中心地で議論しますのであのお話をしますのでそれは納得していただきたいんですがえっ、ー、と結婚して命を作るとこれ素晴らしいですよね。男性と女性が協力して命を作る。命を作り出すんですから。 命を失うことはとても残念なことですが命を生み出すことはそれは素晴らしいことですよ。ですから我々は本当に誇りを持って結婚しなきゃいけないってことですよね。結婚式は本当に終えたんですよ。この頃結婚式が軽視されてあまり派手にやらなかったりしますが間違いなんですよ。やっぱり結婚式ほどこの人生で輝かしいものがないわけですね。 神様の代わりに命を作るという作業ですからね。そしたら一つの命が生まれてきます。その一つの命はやがてすくすくと育ちますね。こんなに素晴らしいことを人間ができるということだけ。でも、もう本当に感謝感激ということですね。ところが優性生,生殖の時に、この前ちょっと尾崎豊の話の時にやりました。けれども、優生生殖を作った時にやっぱりどうしても。 役割を分けざるを得なかったんですねどっちかが子供を産まなきゃいけませんからそれは大変なことですからねそれをメスがやることになったまあ結局それはなったというか進化の過程でそうなったんですけどメスが子供を産んで育てるとこういうことになったんですね。育てるのも実はメスとこう決めたんですねあの進化の過程でだからオスというのは子供を育てないしそれからまあヒグマなんかによく見られるんですが お父さんんは自分の子子供殺殺すんですでねよく若子殺しこれはまあヒグマーかばかりでなくてもあらゆる生物に共通してるんですね。母親が子供を殺すことはまずないんです、ねえー、まあそれは特例だけ挙げるとなんか変なのもいるんですけどもまあそうなんですね。だからその時にメスはこ子供を産んで育てる。じゃあオスは何をするかっていうとですね精子、まあ、あを供給することつまり結婚することと子供を守ること。 基本的にはそうなんですね。だけどもヒグマみたいな例がありますが、子供を守ること、つまりまあいろんな形があって、夫婦が交代で卵を抱いて交代に餌を取りに行くようなのもいますし、それからまあ奥はですね、やっぱ母親が子供を守ってオスが戦うというのは普通なんですね。まあ魚の例なんか私のブログで出してますけれども、小学校の副読本なんか出てますが、一匹のオスに 9匹のメスとメス何か敵が来るとオスが戦いメスが子供と一緒に岩陰に隠れるとこれで群れというものを守るこれが標準形なんですよあの例外いっぱいあるんですけどね例外言い始めると話になりませんこれが標準形なんですねこれはもう男女平等とかその全然関係ありません単に男女平等なんだったらあなたはなんで犬なんだ犬じゃないんだなんで人間なんだなんていうのと一緒になっちゃいますからそれはダメなんですねそれで 結局男性、まあ、人間ですと男性と女性が結婚し命を生んでそしてお互いに協力してですよ愛し合って協力してそしてまあ一生幸福に過ごすと、まあ、その中には波風もあるしよく結婚式というように障害は波風がありますと波風は人間だからあります波風はありますがトータルとして、えー、と一生を過ごしていくというのが生物なんですよね。うん ところがこの前言いましたように14歳になると男の子はですね自分が子供を産まない育てないということが分かってで俺は一体何するんだろうかっていう疑問に捉われて、まあ、宇崎豊が「十五の夜を書くわけです、ね」を歌うわけです。それで私がよく言うんですけど男性は生きる価値がないとこ言いますと非常に反撃があって <laughs>。 なんですけどもここで言う生きる価値というのはですねどういうことかっていうと命を生み出してそれを育てるということがまあ生物人間もそうです動物もそうです人間と動物はそういうい点で別に変わりません人間だから特別なことが起こるなんてことはありませんからねえっ、ー、と人間と動物の間の大切なに共通する大切なことなわけですね。ところが それは14歳ぐらいになってそして理解が分かるのかっていうと実はそうじゃないんですよ。えー、っと小学校4年生ぐらいでですね将来何になりたいかっていうアンケートを小学校はやるんですね。それを毎,毎年見てるんですけれども女の子はですね大体看護婦さんとか保母さんとかそれからまあ、うん、お母さん。最近ではあの お菓子のし、なんとかっていう職人の人なんか出てくるんですがまあ大体は人の世話をするそういうのが上の方に出てくるんですねだから男の子はですねずっと上位を占めるのが消防士と警察官なんですよ他もありますけどねつまり現在のように男女あなたは男の子だと女の子だとか男の背にとか 女の子をおとなしくしなさいなんて全然教育しないで普通に育てているのに10歳なぜ10歳の時に女の子は穏やかで周りの人を幸福にするような職,事を職業を選びお希望してですね男の子は社会に貢献して若干自分の身を危険にさらすとそういう職業に憧れるのか。 ここですよね。これはもうあの非常にケチなっつったら言葉悪いんですけども、そういうその男女がどうとかどっちが得するとか、そういう話ではなくて、もっと私たちは根源を考えて、子供たちの幸福を願わなきゃいけないんじゃないかと思うんですね。だからそ僕はまた先回りして言いますけど、だから女性は家庭にいるとか、そんなこと言ってないんですよ。 女性で社会に活躍するのがすごく楽しいっていう女性がいっぱいいることをよく知ってますから立派にやってる人いっぱいいますからだけど私はそういうことを言ってんじゃなくてこういう男女の希望の差とか性格の差とかいうのはですね超えざるものなんですよこれを無視しようとした悲劇っていうのはいっぱいあるんでですねブレンダとといいいうう少年という話をここももしましまたけれども本当にに悲惨な思いにな思るんですね。 でですから私たちはここでもう1回本当に男女の幸福本当に男女の,、まああのえー、平等とかそういう権利とかいうのを考える時にはある自分が言いたいことだけを言ってそしてそっちの方向に持っていくんではなくてですね人間というもの命というもの動物というものそれを総合的に考えて、えー、子どもたちの幸福を 考えなければいけないと、まあ、そのように思います。